さあ、じゃあ前回の続きからいきましょう。はい。次は理科室ですね。理科室に向かいましょう。はい。かなちゃんに気をつけてください。わあ、怖い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 。なんかあるね。混じり合う目と目の先に、立たされて私は一人涙を流す。はい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 。はい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 。ん？何？ドン？ドン？何？え？なんか押せたね。押せるの？まあ、なんか、目と目を交わらせるって書いてあるから、視線を合わせるように配置するんじゃない？一回出たら戻るか。そうかもね。この骸骨とってこと？まあ、どの骸骨かわかんないけど、何かと合わせるんだろうね。線が交わる場所。その二つある骸骨の間じゃないの、じゃあ。ここら辺？あれ？あ、待って。左上の視点と、その骸骨が二つあるじゃん。そこが交差するとこだから、その間でいいんじゃない？ここら辺？その辺じゃない？うん、その辺。で、もうちょっと下じゃない？それ。もっと下、下、下。もうちょっと下。あ！ほらほらほら。すごい！やったー！やったー！やった、うわー！あ。あれ？こわー。メモが一緒にあった。ちょっと待って。OK。でも大丈夫。ちょっと待って、シルバさん。もう。はい。揃ったんじゃん。誰かのメモ。頭、手、足、胴体。うん。口調の鍵をお借りします。2の A、霧島あやめさん。じゃ、2の A に行くんだ。うわぁ！やばい！うわぁ！まあ、しばらくここでぐるぐる作戦するしかないね。ちょっと待って！ちょっと待って！危ない危ない。ちょっと待って、なんか、足早くない？今日足早くない？今日足早いってねー！もういいんじゃない？ほら、ダメみたいだね。うん。あ、大丈夫だった。あ、セーブして。そうだね。いないんだ。あ。うわ、待って。それで何だった？行く？もう行くっしょ。行っちゃうか。うん、ついてきて。はい。あ、そういうことね。そういうこと。ついてきてとかじゃなくて、もう本当にそういうことね。俺がもう、そういうこと？なんかその、今までの感じで行くとこれは刺されるやつ。あばばばばばい。あばばばばばい。これ間に合わないやつなんじゃないか、ちょっとね。間に合う？屋上に。あ！うわぁ！でも、やばくない。アハはやばくない？アハ体験しちゃった？アハハハハはやばくない？ちょっと。もう俺の中のカナさんの株がめちゃ下がってる。カナっていう名前の子、ケンスケとカナの株めっちゃ下がってるよ、今。もうね。やった、鬼姫様が死んだ。死んじゃった。私がやったんだ。私が、この手で。取ったどうみたいになってるもん。うん、この手って？あれ？なんでシュウ君が倒れてるの？正気に戻ったんだね。え、だって私、確かにこの手で、この手で、ああ、ああ、え、じゃあやっぱりもう、ダメってこと？
これは夢でしょ。そうに決まってるよね。また主人公死んでしまったけど。ただの夢。夢。どうなる？どうなんの？うん。そうだよ。これは夢なんだから。目が覚めれば、もしかして、飛び降りちゃうんですか？いや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 。現実なんですけど。いや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 。現実ですよ、これ。いや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 。え？うわぁ、すごい音した。うん。あ。あら？え？あ、どこの子だ。覚えてる？僕のこと。覚えてるよ。うん。覚えてるよ。今度こそ君を助けてあげる。ずっと一緒にいてあげる。だから、もう悲しまないで。おお！は？世界が平和で満たされていく感じがします。ごめんなさい、お兄さん。お兄さんだったんだ。この子には友達が必要なんだ。だから、さようなら。おやすみなさい。え？死ぬことで友達にされたってこと？そっちの世界で。どういうこと？鬼姫様って知ってる？うん、なんか聞いたことあるこれ。うん、知ってる。でも、え、でもさ、保健室とかさ、体育倉庫とか校長室ってあったじゃん。あった。まだ行ってなくない？行ってない。あれなんだったの結局。知らなかった。でも鍵なかったもんね。あ、これ後日談かな。ここからちょっと変わってる気がする。実はね、以前うちの学校に鬼姫様に呪われた生徒がいたらしいの。え？それって前に話してくれた例の行方不明の生徒のことじゃなくて？そうなんだけどさ、実はあれには後日談があるんだって。おー。その生徒には二人の友達がいたんだけど、行方不明になってから、まもなく、そのうちの一人は屋上から飛び降りて自殺しちゃったの。自殺？どうして？遺書もなかったし、自殺の原因は結局わからずじまい。それでもう一人の友達はその子が自殺した屋上で、それと同じ日に腹部を刺されたまま、血を流して倒れているところを、見回りに来た先生に発見されたの。なんていうか、衝撃的な事件だ。衝撃的だね。あれ？うんうん。それでもう一人は死んだの。助かったの。それが誰が見ても手遅れだったにもかかわらず、定期的に一命を取り留めたんだって。でも意識を取り戻してもその人は一体何があったのか全く覚えていなかったり、うん、どうも精神的にやられちゃってたそうで。そのまま学校を辞めちゃったらしい。なんだ。結局よくあるとある転校生退学者の噂じゃん。やっぱり鬼姫様はただの伝説なんだよ。ね、一応、助かったんだね。そうだね。まあね。でも、何？もう、やだ。何うん、おかしくなっちゃった生徒は、今でもしょっちゅう、いやもう、終わろうここで。何？鬼姫様の神社、あ、友達になったの？あーね。と一人ぼっちの鬼姫様が、友達欲しさにその人の魂を連れ去ってしまったんじゃないかな。うわぁ。でも、シュークはあれなんだ。鬼姫様の洗脳下にあるんだ。ね、また遊びに来たよ。嬉しい？僕も嬉しいよ。今日は何して遊ぶ？うわぁ。これはまだあるんじゃないですか？出れるのかな学校から。うん。なんか違うエンドがありそうな感じだったね、今の。そうだね。ハッピーエンドじゃなかった。行きますか。一回。とりあえず。うん。外出てみていいじゃん。ちょっと外出れるんじゃない？出る？いや、出れないよ、さすがに。体育倉庫。そこの三つの部屋がね、気になるよね。
そうだよね。誰かも、あ、あった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 。あ、これだ。行きましょう。これだ。保健室は一回。保健室で、うお。何？どういうこと？怖っ。え、でもここに何かあるんでしょ、きっと。しゅうこさん。あ、ある、ある。右下にある。あるね。うん。セーブして。どうやって出んの？え？あ、今だ、今じゃん？一回。やばいやばいやばいやば。なんで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 。今行った時に。なんでなんでなんで。今行った時、あ、でもどう考えても間に合わないもんな。え、でも今のタイミング、隣のとこに入るタイミングで、右側のベッドじゃない？右側のベッドに移動するんじゃない？そうそうそう。で、右側に、急いで急いで。そうそう、そう。で、そこに隠れて、そこに。そう。で、どうしよう。どっかに、え、そこに行っていいのかな？あ、やばいやばい。やばい、やばい、やばい、やばい。終わった気がします。来る？来る？あ、来る！どうしようで、これ一回見るから、押したらすぐ行く。行ける。おい、いいね。完璧だね。で、あとは、どうすんだ？どっち行くかだよね。うん。これでどうするかだよね。これでもういないでしょ、結局。あそこでしょ。やっぱりあそこの部屋行くんだよね。で、の後だよね。うん。じゃあ最後、ここでしょ、みたいな。様子見てるか。あ、あそこの部屋も確認するんだ。はい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 。じゃあやっぱあっち行ったら、ね、うん、長い長い。念入りに行ってるね。戻ってくる。あ、で3番目の部屋に入る。え？あ、来る。あー。あー、え？ここで、振り返った、OK、行く。行く。で、拾う。で、あとは、どうやって出るかだよね。うわ、その部屋はダメなんだな。一回、ここで、待とうか。うん。ずっと見て、見つかるまで。行けそうなタイミングを見定めるっていうのが。うん。そこの部屋は、ダメだね。まあ割と早かった。早いね。え？もうおしまいなんですけど。え？ここで取りに来ること自体間違ってる。もしかして。で、左向いた瞬間出る。行く。そうそう、一緒に歩いていく。一緒に歩いてって。そう。あった。オッケー。大丈夫？おー。セーブ。あー、よかった。よかった。セーブ。はい。はい。体育倉庫。穴が落ちてる。なんだ、これまでにないくらい空気が重くて。体も痛い、苦しい、泣きそうだ。なんかバッとこう落ちてる。ね、あれがあれば。あ、
あと、ケンスケ。来るな、ついてくんじゃねえよ。ケンスケの話。てめえが鬼姫様というやつか。絶対怖いじゃん、ケンスケ。ねえ。何ができるってんだよ。怖いけど、もう。近づいてくんじゃねえって言ってるだろうが。いやだ。これ以上近づいたら。何？足音大きくなってるもん。近づいたら。もう。うわぁ。何？え？人形にフルボッコされてんの？あ、え？逆に？え、怖い怖い。血塗られたバットなんだあれ。ケンスケが。怖い。これで。これででも。何？これで。勝てるのか。これ勝てるんじゃない。花ちゃんに。うん。行こう。行こう。屋上へ。行きましょう。一緒に行こう。ちるこさん。うん。来た。忘れた。全然忘れてた。そういうの。屋上怖い。そう。そうやって教室を経由して。あー、危ない。大ちゃん。分かった。登って、で、もう一回上に行って、屋上に入る。鍵を開けて、入る。逃げて、で、避けれたらサイドステップで避ける。これ、カキン。持っていた金属バットでナイフを弾いた。てってれー。あれ、ナイフっていうサイズじゃなかったけどね。カナさん、お願いだから落ち着いて。僕だよ。チューだよ。鬼姫様じゃないんだよ。チュー。え、そんな低いの声。鬼姫様。シュー君の方が声高くない？あ。カナさんの声そんなんだった。カナさん？うん、よう失ってしまったようだ。あ、また来た。あ、返して。返すよ。すごい。返す。かわいい。人形が、さっきまでバラバラだったはずなのに。返して。わかった。今すぐ返しに行く。だから、待ってて。そういうこと？神社に？あ、もう、行くしかない。行くしかないんだ。もうすぐ返して、もう本当に。何？ん？なんだ？あ、かわいい。ね。もう、鬼姫様っていうか、猫耳みたいな。ね。イゼロにね、いるよね。鬼の。鬼の子ね。かわいいよ。レムちゃんとラムちゃんね。ラムちゃんね。あ、これで、村の大人たちが。あら。小さかった男の子にはどうすることもできなかったみたいな。
通り合わせよう。行きます。行きましょう。さあどうなる。これは今度こそね、うん、幸せな最後で、この男の子がね、鬼姫様の唯一のお友達だったんだね。ああ、うん、ああしろってことだね。ここに、うんうんうん、違うんだ。入るじゃない。入るんだ。うん。え？ケンスケ？ケンスケ？え？え？あ？骨になってる。体が。ケンスケはね。ケンスケはだってもう ひどかったもん。鬼姫様の人形を、まあね、うん、ちぎるわ、隠すわ。殴るわで。鬼姫様、あなたが探していた大切なものはこれですよね。人形を返した。ケイスケ、遊びはもう終わったよ。さあ、帰ろう。ケンスケの骨を拾う。すごいね、それはそれで。すごいね、それは。なかなかできることじゃない。大変な量だよ。人骨って。動けます。これで。どうする？わかんない。帰るんじゃない？お家に。まだ続くのかな？あ、なんだ？骨が？え？なんだ？なんだ？輪郭が消えて。骨？待ってくれ。骨が砕け散ってる？あっ、連れてかれちゃうのか。鳥居をくぐったその瞬間、ケンスケの骨は目の前で まるで長い年月を経ていく。風化し崩れ。あ、もうケンスケは許されないんだね。やっぱり。町にたどり着く頃、ケンスケの骨、もうどこにもなく。出た。鬼姫様って知ってる？うん。うん、うん、知ってる。この町に伝わる古い伝説でしょ？そうそう。昔々ここがまだ村だった頃、うん、ある農家に頭から角が生えた女の子が生まれた。うん。その角のせいでその子は誰とも仲良くなれず、いつも一人ぼっちだった。そんなある年のこと、ある病が村中を襲って大勢の人が苦しむ。ここはね、最初の話と一緒だね。そうだね。一緒だね。村の人たちはそれを女の子のせいにしてみんなでその子を殺してしまった。それ以来村では突然子供がいなくなってしまう、いわゆる神隠しが頻繁に起こるようになった。きっと一人ぼっちのまま殺された女の子の霊が友達欲しさにさらってしまう。そんな噂が誰からともなく流れ始めた。それでここは、例の神社。うん。あ、また別の子たちが ね、その噂を聞いて、うん、やってきて、面白半分に。これあらら、さっきのエンディングの話じゃない？うん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 。私たちの学校に、以前、鬼姫様に呪われた生徒がいたって話、近いよね。うん。確かある生徒がここへ行ったきり、行方不明になったって話だよね。後日だ。実は、一緒だ。うん。ここも一緒だね。ただ、うん、いなくなっちゃった。え？この人たちも行方不明になったの？うん、二人とも強い日無事に、おお！あら。え？
別に、もしそんなら相引きして集めないでって生命説明。なるほどね。そういうことね。ちょっと変な方向に話持っていかないでよ、ね。確かにね。え、でもその可能性は絶対にないと思う。だって、一人は学校の屋上で気を失っていたそうだし、もう一人はまるで魂が抜けたみたいな状態で公園の真ん中に突っ立っていた。おまけに二人とも昨日まで自分がどこにいたのか何をしていたのか全く覚えていなかったって言うんだよ。私、やっぱりその二人は行方不明になった友達を探しに行って、鬼姫様に出会ってしまったんだって思う。うん、あちら側の世界。あちら側の世界に、うん。連れて行かれそうだね。ね、まあ、連れて行かれそうだと思うね、何回も。そうだね、むしろね。なんだったら一回連れてかれたしね。うん、もう全然連れてかれてたよね。うん、なるほど。まあでも、無事にね、うん、生きて、ね、生きて帰ってこれた。うん。はい。これで、終わって、終わるか？あ、これは、あれ？ほんと変わってないな、ここは。あれからもう何年が過ぎたんだろう。もう何年も過ぎたんだ。そうなんだ。タナさんはあの夜会ったこと何一つ覚えていない。あまりのショックにタナさんの精神が防衛したんだろう。うーん。うーん。まあ、その後いろんな人に一体何があったのかしつこく聞かれたが、最後まで知らない。よく覚えてないと言い続けた。覚えてるんだ、本当はね。本当は覚えてるんだ。話したところで何も信じてもらえないだろうし、そもそもあれが本当に現実の出来事だったのか、未だに言い切れる自信がないのだから。発症して。お参りにね。うん。一緒に遊びましょう。まだ未だにいるんだね、じゃあ。何？あ、あ、これが。あ、エンドロールかな？エンドロール？ということは、おー、これが、どうやら、真のエンディングということで。そうだね。いやー、長かったね。長かった。さ、最初はもう、どうなることかと思ったけど。ね、もう進まないんじゃないかと思って。なんとか無事に。ここまで来たね。うん。あ、トゥルーエンド、鬼遊び。かな？うん。じゃあ今回はここまでですね。はい。また次回の動画を見てください。バイバイ。